ハマウツボは、ハマウツボかハマウツボ族の一年草。葉緑草を描いた完全な寄生植物。宿主は、菊科ヨモギ族で、その根に寄生する。地下の根茎は海上に被害し、肉質のヒゲ根を出して、宿主の根につく。茎は、太い円柱型で、高褐色になり、高さは10から25センチメートルに伸長し、まばらに白色の難毛が生える。葉は、 輪ペン状に耐火し、色は高褐色、長さ7から15ミリメートルになる、狂乱形、または肥心型で、先端は膜質となって尖り、白い軟膜がまばらに生える。夏季は5から7月。茎の上部に水上花状を作り、多数の泡紫色の花をつける。一つ一つの花の基部に輪ペン状の包葉があり、長さ7から15ミリメートルで、 騎士型から三角状乱形で先は尖る。額は、膜質で二辺に深く裂け、各辺がさらに二列して、長さは 1cm になり先は尖る。下敢は、長さ1.5から 2cm の太い頭部のある、神経になり、上唇は浅く二列し、下唇は三列し、円は波状になる。下軸、つと、額、下敢の外面に白い難毛が密に生える。 柚子は4個あり、背面の2本が、やや長いが、4個とも花筒の内面に付着して、花筒を出ない。脂肪は一室、4個の腹座があり、下中は1個で長く、先が広がり凹む。果実は、長さ約1センチメートルになる、強大円形の果てになる。種子は極めて小さな球形で、黒色になり、網目模様がある。日本では、北海道、本州、 四国、九州、琉球諸島に分布し、海岸や河原の砂地に生え、ヨモギ族、特に河原ヨモギの根に寄生する。国外では、朝鮮半島、台湾、中国大陸、シベリア、ヨーロッパ東部に分布する。和明浜ウツボは、浜湯木の井で、海岸に生え、下水が矢を入れる湯木に似ているため、または、ヒソかのウツボ草の花に似ているためいう。 うつぼグサの和名の由来は本種と同様である。学名オラバンチコエラルシェンズのうち、俗名オラバンチはロボスアンチーンでギリシャ語でロボス、締め殺すの意味。この俗に豆か植物に寄生するものがあるため。また、種小名コエラルシェンズは青色に変わる青色のの意味。ありがとうございます。